演舞開演。どうも、本日はこちら紀州の銘菓アンチの釣り鐘まんじゅう、梅まんじゅうというものを食べてみたいと思います。これここに限定って書いてあるんですね。ここに行かないと食べられないということなんですよ。じゃあなんでそれがここにあるんだって話なんですけど、では五体こういうおまんじゅうなんですね。なんか包み紙にいろいろ書いてあるけど、これどこから開けるの、この新聞紙風の紙の中はこういう感じですね。包み紙はこんな風に書いてあります。これが歴史や町についての言葉なんでしょう。なんかまんじゅうというより人形焼きみたいですね。ではその中身はこういう感じになってます。ではいただきます。そこまで強烈でもないんですね。むしろこれはのあんこに梅が入ってはいるのですが、そんなに強烈に酸っぱいというわけではない。むしろ果物のような程よい甘さをあんに与えていて、さっぱりといただくことができました。さらにこちらの紀州梅卵を使用した生地は、前に書いてあるように本当にもちもちで弾力があり、その弾力をかみしめることができて、あんこと共に味わうことができて、梅を堪能できるおまんじゅうでした。まあおまんじゅうで言うのかどうか分かりませんが、銘菓として限定なのもちょっと納得がいく気がします。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。